これは殺人事件ですね。残念ですが、渡辺さんは亡くなられました。第一発見者はナナミとカムイってわけだね。こんなことが起きるなんて信じられないよ。どう思う、ワトソン君。ホームズ、この事件は密室殺人に違いない。その通り、犯人は僕だ。ねえな、無理だね。待ってくれ、僕は昇格者だ。君たちくらい指先一つで。ってローラー、見つけた。給与ができた、あとはよろしくやってくれ。忘れるな。犯人は僕なんだからな。ロランが犯人ではないとしたら一体誰が。渡辺には昨日の朝会ったきりだけど、その時特に変わったことはなかったな。ということは犯行時刻はそれ以降。渡辺さんは昨日の午後、私の持ち場に来てくださいました。つまり犯行時刻は昨日の夜から今朝の間。俺は昨夜は早めに寝たよ。ほうほう、他の3人はどうかな。俺たちを疑ってんのか。落ち着いてよカレちゃん、ただの形式的な質問だって。カレちゃん、それよりさっさと指揮官に報告した方がいいんじゃ。ダメダメ、指揮官がこのことを知ったらすっごく悲しむと思うの。まあそうだろうな。指揮官がショックを受けてるところを敵に狙われたら。カレニーナさんは本当に指揮官さん思いなんですね。ちげえよ、これは単純に戦略的な問題であってだな。はーい、カレニーナが事件から話題をそらそうとしてます。とにかく昨夜はずっと料理してた、一歩も外に出てないって。あなたはおじさんを狙ったわけじゃない。あなたの本当の目的は指揮官だった。そうでしょ、カレちゃん。は？料理してただけだって。待て、犯人確保、キリキリ歩け、連行する。一件落着、指揮官の安全確保っと。ナナミっては名探偵の素質が。ダメ！すみません、犯人に逃げられました。まあ無事でよかったよ。まあ座って。ちょっと待った、どこへ行く気かな、リーさん。こんな茶番より監視カメラを確認する方がいいですよ。リーさん、昨夜のアリバイを聞いてもいいかな。昨日は寝ていましたよ。起きてからずっと訓練をしていました、ついさっきまで。一人だったというわけだね。証明できる人は？監視カメラを見ればいいでしょう。ふふん、何かを隠してるんじゃないかな。では次に、こいつをどう説明する？それ俺の宿舎のメダルじゃん。偶然拾っただけです。本当ですか？ロランを捕まえてきます。決して逃しません。ああ宿舎のメダルが。まあまあ、人生そんなこともあるって。あとは残ってるのは君だけだ、リーフ。おお、ビアンカさんがアリバイを証明してくれますよ。昨夜私はビアンカさんと一緒にどうやってルシアに料理を諦めさせるか夜通し話し合ってましたから。なんてこと、天使、リーフは天使よ。それで結果は。ああ理解した。このままじゃ迷宮入りだ。またルシアの料理を食べなきゃなのか。ところでまだ容疑者がいるんじゃないか。ナナミ、ゆうべは宿舎にいなかったよな。ナナミは友達と遊びに行ってて。その友達って？ただの友達だけど。なるほど、ナナミは超いっぱい友達がいるからな。そういうこと。私の家で何をしているんだ。降りろ、ソファの上で騒ぐんじゃない。出た、お化け。構造体の幽霊ですよ。はあ？これは新しく注文した機体だ。戻ったら検査しようと置いておいたのだ。渡辺さんがご無事で安心しました。心配させてすまない。おじさんひどい、意地悪、ちょい悪親父。何も知らないナナミを
私が一体何をしたというんだ。それより、なんで窓が割れてるんだ。私の猫はどうした。僕は昇格者だぞ。こんなの許されるのか。あなたの痛みこそ私の存在証明なの。